チーム、2番手には山内を、坪井翔選手のトヨタチーム、スタートのオーダー、ファンの選手は一度終了しました。さあ、ロニー・クイッタリ選手が後ろの山内と早く戻ってきました。ロニー・クイッタリ選手が勝ちです。さあ、松田千代選手が、さあ、この今、華麗なる弓回しで、釣り木を釣っております。松田千代が釣り石が今、釣り木をやっていただいたんです。現在、今回、最終出場選手は4周目に入りました。先頭は、スバルチーム。2番手には伊沢選手、本田チーム、本田チーム伊沢選手が今ピットにサインを送りましたか、ピットにサインを送ったか、日産チームは今、ラッシュだ、トヨタチームのラッシュ、スタートドライバーの坪井選手がクラッシュしてしまいました、まさかの展開、坪井とクラッシュであります、リタイアか、トヨタ、まさかのリタイアということ。いよいよスバルチームもアンカーの井口選手が待ち受けております。さあ、カーナンバー4番スバルチームの2番手でした。スバルチームは2番手勝った選手が戻ってまいりました。さあ、井口拓人選手が釣り木を縦に釣り上げて、そのまま平手を平手にしております。これは早い、井口拓人選手が今リスタート。さあ、これでスバルチームとガッチリ勝負ということになりました。そして今、ガモ選手が現在トヨタチーム走ってましたので、まもなくヒットか、まもなくヒット。ホンダチームはまだ帰ってきません。ホンダチームは山本直樹、ホンダチームはまだ帰ってきませんが、大丈夫か、まだあと11周目、残り周回があと5周になりました。トヨタチームが今残り周回5周で、今中山雄一選手にヒット戻ってきましたが、周回遅れ。そしてホンダチームが戻ってまいります。ホンダチームリアタイでは残り4周、現在トップはカーナンバー3番、カーナンバー3番を受け取ります、ホンダチームですが、まもなくピットに、あー、右側のタイヤがふらふらしているホンダチーム、山本直樹。さあ、そしていよいよファイナルラップに入りました、現在トップはスバルチーム、トップはスバルチームであります。さあ、井口拓人選手が今、最終センターに入りました。そしてスバルチームはまもなく戻ってきて、2番手日産チームのトップに挑んだ、バックストレッチの OK、 クルキ25センチ、そしてガモー名古屋天の男であります、ガモー名古屋、さあ、そのガモーが来ました。そして先頭が今3チームをまだまだ終わられているところで、ホンダチーム、さあ、今山本直樹コントローラーにもツーピット、日産チーム随分行き過ぎましたね、ロニー・クイッタリティ。日産チームのピットをかなりオーバーしております。ただ、さあ、今、松田杉雄が乗り込みまして、第2シートを担当いたします。先頭は4周目を終わりまして、現在、ホンダの山本直樹が先頭。2番手には井口拓人。さあ、このまま、2番手ですと、スバルが自力優勝はちょっと厳しいですよ。決勝トップか、あるいは日産次第ということになります。さあ、スバルチームがピット、ホンダチームがピットに戻りました。さて、伊沢と、釣り木を釣り上げる、なんだこの釣り木の釣り上げ方、はい、あー、もう OK だ、ホンダチーム釣り木早い、釣り木が早い、しかしグローブをつけるのが遅い、グローブで時間がかかっております。さあ、そして全員で押し掛け、チームホンダ、チームホンダ全員で押し掛けてやります。さすが8号車両が行っているチームホンダ。さあ、そして今優勝争いのクリーニングでおります、スバルチームが戻ってまいりました。スバルチームを勝ったのに1本です、1本、なん
んと20センチをたった1回で積み上げてしまった。そしてなぜかラリードライバーカートが怖いのか、あばらにプロテクターをつけておりました。乗り子がズバルチームラリードライバーを買った乗り子がコーナーでは遅い、コーナーでは遅い、やっぱり横向きになってしまうでしょうか。カート、さあこれで今8周を終了、レース8周を折り返しておきました。カーナーとアニマルの日本チームマッサージ上は最高のトップをキープしております。第2位が今ホンダトヨタチーム。